さあやっていきましょう。シェム実況パート44回目ですね。どうもアザラシですということでね。ということでねってあんまり使いたくない本当は。ということでねってなんかついまた夢をなんか同じ口調を2回短いスパートだから言いたくないよな。同じこの語尾というか言葉のなんだろうな、あやというあや方向ですね。多分翡翠でできてるんだよな。翡翠で、翡翠も多分すごい綺麗にあの研磨磨くとさ、磨くとツルツルになってこっち見えるぐらいなんだろうな。結構石を磨くのがあの好きというか趣味みたいな、最近見つけた趣味だ、最近手に入れようとしてる趣味だけど、石ってなあのこうヤスリとかさどんどん盤面を上げていってさ、1000とか2000とか3000とかさ4000とかそういう風な紙やすりを最後使ってツルツルに磨き上げるたものとザラザラの状態じゃ全然その輝きが違ってだな。だからあの鏡みたいな鏡面加工みたいなのあるけどさ、お墓の墓石とかもそうだけどさ、ツルツルにできるんだよ。ツルツルにその辺にある石でもね、でそれによって輝きというかその中に石の中に入ってくる光のこの加減も違ってくるわけでさ、もうその磨く技術もなかなかね楽しいね。何を語りようかよ石ってなんかあの宝石とかもそうだけどさ、その普遍のものっていうイメージもあるけどさ、人の手によってもっとこう輝かせられるんだなっていうのがなんか嬉しいというか面白いというか、そんなことを思ったりするわけですね。自分でカットすることができるんですね、石はね。磨くことしかできない。石を切るのはちょっと技術がいるんだろうなとは思うけどね、綺麗に切るのはね、多分ダイヤモンドカッターみたいなのに使わないから、そういうのは難しいけど、削ることはね、時間さえかければできるからね、まあ、昔の、人たちも多分石を磨いてね、磨いたりないしてから加工してたんだろうなっていうことを思いを馳せたりしていきますね。石今日もまたレースですね。やっぱりレースですね。さすがに4位より上には上がりたいぞ。前回より上の順位を上がりたい。ガンガン当たってるけど、ガンガン当たってる。うわっ、ちょっとそれはひどい。あとちょっとって言いがち自分、あーなんかそのなんかあるちょっとみたいな感じ、ちょっとって言いがちなんだけど、ちょっとって何なのっていう、外国人の人どういうんだろうな、オーマイみたいなこと言うんかな。外国人って完全に英語圏の人だけど、シェッ、ちょっとちょってなるけど、ちょっとの代わりになんか使えるのかな、なんか怒った時にさなんかちょっと言いがち、そういうリアクションの幅を、リアクションの幅って広がるのかな、人間のその持ってるもんだからさ、笑いながら手叩いちゃうとかそういう風な部分だな。ああいうのって治んねえんだろうな、きっとなって気がするけど。あーちょっと、あ言ったよまだちょっとってちょっとカウンターつけた方がいい、ちょっとが流れるために電流、ちょっとって言うためにあの電流が流れるようにした方がいいな。ビビビビッビビビッ、タじゃないって、もうあの荒くれをなんとかしてくれ、あの荒くれを、レギュレーション違反だ。追走今ない4位だもんな。いや2位とか1位とかその辺の壁厚いぞ結構。やっぱ3位でギリだもんな、3位でいいとこだもんな。ほらービビビビビ、前ボタン押してビビビってなるんだね。これで車線上げてくれりゃいいけどな、そんなことはないんだろうな。これこの前の人抜かせば2位になれるぞ。ナンバー2って書いてある。というかあれか、このフォークリフトのさ、あの番号の通りに順番ついてないか、毎回2位のナンバーがついてるやつは2位になってないか、ちょっと確認したいな。1位のやつが1かどうか、出来レースじゃねえか、出来レじゃねえか。よし、いける、ビビビ、ここだ、ここで取る、
ここでインを攻める。うおー、いけるいけるいける、2位になれる、2位になれる、1位はちょっと遠いけど2位になれる。パッパ、あ、1位遠いな。最終ラップ54秒だもん、早い早い。最終と同じぐらいのスピードで前に来れば下手したら1位になれたかも。美味しかったな、もうちょっとだ、もうちょっとだったよ。ほら、これが商品だ。ありがとう。やっぱナンバー2、ナンバー2ですね。フォークナンバー2、杉下茂に次ぐフォーク使いといったところでしょ。行くぞ。誰だろうな、フォークの名手、さ、大魔神とかになるのかな。杉下茂がフォークの神様だから、大魔神佐々木とかになるのかな。今日もよろしくな。上原とかもフォークの名手だよ。よろしく。今日は荷物を第三倉庫に運んでくれ。マップはあと誰だろう。ノーマン忘れないよ。フォークボーラー、千賀とかさ、今だった。過去のピッチャーでフォーク使い。あ、ノモとかもフォークか。3番。これここがあれか、食堂だからこう行って、であの入り口のとここっちだからこう行って左行って、でここは弁当屋のところを右に行ってこう入るって感じかな。ノルマ8個、今回ノルマ少なくないですか。ノルマ8個、それだけ今回ハードルが高いということだ。お先行く。うおー、いい感じ。前見えんな。その弁当屋のところのところを右にだよね。こうですね。あっ、おっと、おっ、おぷす、うぷす。ちょっと、どけて。あまりむやみクラクション使わない方がいい。頭おかしい人だと思うし。車の運転しててクラクション使うことってある？実際。よし、いい感じですね。10時からスタートしてるな。10時。約10時。またぶつかりそう。おっさん。おっさん。おっさん、ちょい。今のはちょっと、訴えていいんじゃないですか。軽く訴訟を起こしてる。まあ、あの使いがちな語録というかさ、語尾じゃないけどな、そんなこう長くこう実況、長く実況ってまるでベテランみたいな言い分だけど、別にキャリアだけあって別にって感じだな。人気実況者だったことなんてないから、なんか長くとかなんかそういう風なクロートっぽいワード使うのはずいな。まあいいや、長くやってるとやっぱ自分の喋りとかもよく聞いてるから、まあ使いがちな言葉みたいなのがあるよなってのは思うけど、まあ、その中でもあんまないようなつもりではいるんだけどね。自分の中ではこう喋りにこう特徴がないようにしとるつもりなんじゃが、それを意識してね、あんまりこうよく使う口調みたいなのを使わないようにみたいなことを心がけて普段から喋りとかしてるつもりではあるからね。どうだろう、だから割と癖のない喋りをしてると思うんだよな、自分の中ではね。ただあのリアクションに関してはどうしてもやっぱちょっとなる。それはあとはあの自分でやっぱ思うのは、動画の入りがね、さあやっていきましょうが多いね。ほんとどうでもいいんだけどさ、さあやっていきましょうが言ってるよく、ついさあって言ってるな。なんかこれはね、あのなんかね、動画の始まりに多いフレーズみたいなのがよく、なんだろうな、はい、じゃあ始まりましたみたいな感じでさ、はいで始まることのよく聞くような気がしてさ、はいはなんか嫌だなっていう。自分の中でこの入りを何にしようかみたいなのは、あえてさーにしたような気がする、どこかで。で、それがもうそのまま口調になってるんだけど、守ってしごけってるからさ、知ってる？守ってしごけってのオープニングでさーって曲があるからさ、そういう風なとこから来てんのかなと思って。
沈黙が。淡々と言いますよ、淡々と言いますよ。今の謎の沈黙は外でなんか物音がガチャガチャ言ってた。もうここで入ってこられたらカットだから、カットっていうやり直しになるからな。動画とロードが動画をもう一回やり直してデータとデータのロードをするからな。編集っていうこと方法もあるんだけどね、編集やっぱめんどくさいんだよな。めんどくさいっていうか、それをなんかしないのが流儀というかさ、カットは特にしたくない、できる限りカットをして面白くはなるのは違うんじゃないかなっていうのが一連の流れの中でかなっていう気がする。落語家の人がさ、落語とかがあったと、落語とかまあ本当に話のプロだけどさ、ああいう人たちがカットでさ面白いこの話をしたところでさ、やっぱ興ざめじゃない？そうすりゃ面白いよってなるわけだからさ。例えばこれがミュージカルじゃないけど演劇だとしてさ演劇もさ面白い、面白いところで区切ったらそれは面白いよってなるんだろうけど、それはもうやっぱ見に行ってる人たちは全体を通してってことになるわけでね。だから、テレビとかだと本当やっぱカット多様だけどさ、こういうのはやっぱこうな、生の生食材で勝負したいっていうところがあったりなかったりね。お、早5個目午前中でノルマ達成はちょっと無理かもしれないけど6個いけそうだな。さあじゃあまあやっていきましょうとか、それ動画のつなぎとしてね、なんか水曜どうでしょうとか見てるときにミスターがさってわかるのかな、水曜どうでしょうネタわかる、なんかはいじゃあ始まりましたみたいなことをさ、なんか動画の編集点でさ言うのが印象的で、確かに編集するんであればそうやって動画の入りの部分を作るのって大事なのよね、大事なんだけどさ、編集しないんだったらそういうまあ初めの部分だな、動画の始まりの部分だね、うん、始まりのところでちょっと面白い小話をちょっとでも挟めばこういいんだろうなと思うけどな、それほどテクニカルではないな。いける、よし、これあれだぞ、あ、頑張りゃ、頑張ったらもう一個いける。焦るんじゃない、頑張ったらもう一個いける、これ頑張ったらもう一個いける、タイムアタックだね、あと10分で1個持ってこっちに回ってきて、ちょっと燃えてきた、血がたぎってきた、おーってーん早っあ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 っ、ううこれはダメか、ダメかな、これは あと2分、1分だーん昼休みかこの動画中ではもうあとちょっとか言わないから、今のはたーって言ったから細けえこだわりに身を委ねてるな。これあれじゃない？なんか技とか教えてもらえるときとかのそういう BGM がかかってきます。飯食ってるみんな仲間ですね。いや何もねえのか、何もねえのか、みんないる。マーク了解。はい、仕事はもう慣れたか。多少ね。まあなんとか。そうか、期待してるぜ。何の期待？頑張れよ。りょう、お前、兄弟はいるのか？いや、俺はもう家族は、いや、家族みたいな人いるじゃん、福さんとか、家さんとか。母親は？午後は2時からの作業だ。遅れるな。昼休み休憩長くないって気がするね。なんか、さて。ちょっと一服してくるか。ああ。
なんかないの、全員話しかけた方がいい感じ、こういうのって。沼久保さん、沼久保さん、初めて聞いた。だって、はい、覚えた方がいい。マークさんを助けたんだ、覚えた方がいい。沼久保さんって名前を。港は荒っぽい人が多いから、葉月くんみたいな人がいて、なんかさっぱりした顔してるな。心強いよ。あっさりした顔してる。これはヒゲがある方がいい。こういう顔の人はヒゲがある方がいい。荒っぽい連中って怖そうな人が結構いるけど、そう悪い人ばかりじゃないよ。そうですか。あの真田丸のあの人に、もう加藤清正役の人みたい。ええ、アルファ貿易は昼飯好きだから助かるよ。あ、昼飯ついてんな。竹内さんは、竹内さん覚えた方がいいのかな、これ。それがね、沼久保さん、マーク、竹内さん。倒産しちゃってな。そうなんですか。世知辛い。そうなのですか。まだ小さいから頑張んないとね。頑張んないとね。大変ですね。大変ですね。その荒っぽい連中ってまた沼久保さんの話です。みんな大抵はそうですか。そうですか。何の本当、何のヒントもない。あの条件のいいところに、はい。何なんだこの。村上。どうだ仕事は。ああ、なんとかな。なんで村上だけで呼び捨てなんだ、ま。レースって楽しみもあるしな。そうだな。ここのバイト楽しいか。フォークリフト扱うの面白いからな。まあフォークリフトは楽しい。ここのバイト、おお、フォークリフトレースがあるか。そうか。こいつは人生楽しそうだな。最後。近藤さん。なんかよ、いつからこのバイト。この近藤さんはあれか。あれもまだ日は浅いよ。ドブ板の前だから。いつまで桜坂だっけ。あの辺の町にいる近藤さんの息子でしょうか。じゃまた。じゃまた。どうも眠くてね。眠いアピール来た。あの悪いけど少しちょっとその辺。そうですか。眠いアピール。じゃまた。ダメだ。ろくでもね。何の収穫もなし。それが分かって話しかけなかったというのに。何もなさそうだな。2時までその辺ぶらつかないと。りょうくん、マッドエンジェルスについて。マッド、それ何。いや、じゃあ、え、マッドエンジェルスについて知らないのであれば用はない。なんかね、昔の遠くの記憶だとね、こっちの奥の方に行くとなんかあった気がするんだよな。その記憶は消去した方がいいかもしれん。こっち行ったって多分普通何もないよな。誰もいないもんな。なんかあった気がするんだけど、広いだけか。座っといて。すいません、今お休み。私あの弁当地べたで食わない。その辺いくらでも座るとこあるでしょうに。猫、今一瞬イベントが起こったかなと思って。これがさ、なんかさ、マッドエンジェルスのマークじゃなかったかなと思うんですが。てかモロじゃないか。マッドエンジェルスって書いてあるし、これじゃんね。これじゃん。ここだよ。ここでなんかある気がすんだけど、記憶がね。ほんとすごい昔の記憶だから、ほんとすごい昔の記憶だからね、シェンムーやった記憶って。なんだろう、だから言ってみりゃあれだよな、中学校とかの時に住んでた、昔行った町とかさ、昔住んでた町にさ、もう一回時間が経って行ってるようなもんだもんね。そういう記憶だよな、もはや。あ、懐かしいな、この景色とか。あ、そうそう、ここで なんとかちゃんと会ったとか、そういう類の記憶に近いレベルの昔の話、昔の記憶なんだよな、シェンムーってな。それってなんか、おお、みんないる？いや、二人だけだな。沼久保さんとマークしかいないな。沼久保さんとマークと、だから、うわ、記憶。さっきの記憶。竹内さんと、今、B がいた気がする。ビリーじゃねえ。ゴロ。ゴロ。ビリーとゴロが。お前、待って。はいはい、もうい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 い。沼久保さん、竹内さん、近藤さん、
村上、一人いない魚沼もう出てこない。アニーさん、はい、マッドエンジェルスについてって言うだけだ。トム、はい、リオ、はい、レオ、ちょっとマッドエンジェルスについて。リオ、何かあったの？ノー、メル、ろくでもねえな。そろそろチン・タイジンにお目見えした方がいいんじゃないか。チン・タイジンなら何か知ってるかもしれない。あ、ちょっと君、あ、君、あ、君、すいません、チン・タイジンに会いたいんですが。お名前は？お名前は葉月と言います。チン・タイジンから連絡を受けておりません。はい、申し訳ありません。よし、ここまでにしよう。お通し、時間が、タイムイズ、タイムイズカミングだ。20分が来てしまったということで、パート44ここまでとします。パート45はね、昼休み明けのフォークリフトのバイトから始めようと思いますので、ほなまたパート45でお会いしましょう。